ね、あのこういうみんな見てる人やってもらいたいんですけど、まずじゃあ好きなものを思い浮かべてください、まあ、コメントに書いても書かなくてもいいですけど、思い浮かべて、思い浮かべました。で迷ったら、分かんなかったら今日 の昼ご飯でもいいです、食べたもので。それと iPhone で、 iPhone が好きだったら iPhone を頭の中に残してください。最初のものが好きだったら最初のものを残す。で次はケーキ、これなんとか屋のケーキとかでもいいですよ、ケーキで。次それ残ったもの対正月で、次は沖縄、沖縄とそれ比べてどっちかで、これいや俺沖縄じゃなくて北海道だなってもし思ったら、北海道っていうふうに勝手に置き換えてもいいです、頭の中で。ああそうなんですね、はい、うん、みんな好きなもの書いてて面白いですね今。はい、はい、じゃあそれ対新幹線、あ同じもの同士でぶち当たってる方もいますね。じゃあもうそれ絶対ケーキですよ。あ、なるほど。はい、じゃあウニ、強敵出ましたね、ウニ。うん、猫対二度寝、あこれは強いんじゃないですか、二度寝。次ね、フルーチェ。僕ね記憶を全部失って、うん、あのもう失ったとして一番食べて美味しいものってフルーチェじゃないかなと思ってるんですけど。初めて食べる味としてってことですか。そうです、そうです。 あれがロブションとかであったらさすがだなと思うんじゃないかなって。まあ余談はさておき、フルーチェ、あフルーチェやばいっていうコメントも来てますね。はい、10万円あもしね、あの、うん、あフルーチェじゃなくてシャービック派の人がいたらシャービックでもいいですよ。あなるほど、ね、10万円で。次土星、我がってかっこいい、うん、でイチゴ、イチゴね。でマスキングテープ、割とちょっと前に流行ったマスキングテープ、比べてどっちが好きでしょうか。それと比べてビールと比べてどっちが好きですか、うん、サッカー、おみんな聞いて来てますね。でサッカーでどんどん行くと、はい、あとじゃあ靴、まあ、靴だと漠然としてるんで、スニーカーとかブーツとか、うん、自分の好きな靴で好きなの、うんうん、と思い浮かべて、さあ今残ってるものとブーツどっちが好きか、うん、でパン、まあ、パンも漠然としてるんでバゲットとかでもいいです。さあ戦わせて、ハト、ハト強敵ですよね、ハト、はい、なるほど、はい、平和の象徴ですからね。そうです。でゴムの匂い、うん、ゴムの匂いで、まあこういうふうにどん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 行っていってですね、何残ったでしょうか。はい、皆さん残ったものが多分結構好きなものなんじゃないかなと、譲れない好きなもの。